リングス少将。ご苦労だった。彼らはこちらで引き取るが問題ないかな。はっ。ルーク殿ですね。ファブレ公爵のご子息の。どうして俺のこと。ジェイド大佐からあなた方をテオルの森の外へ迎えに行ってほしいと頼まれました。その前に森へ入られたようですが。すみません、マルクトの方が殺されていたものですから、このままでは危険だと思って。いえ、俺を言うのはこちらの方です。ただ騒ぎになってしまいましたので、皇帝陛下に謁見するまで皆さんは捕虜扱いとさせていただきます。そんなのはいいよ。それよりガイが仲間が倒れちまって。彼はカースロットにかけられています。しかも抵抗できないほど深く侵されたようです。どこか安静にできる場所を貸してくだされば僕が解除します。お前、これを何とかできるのか。というより僕にしか解けないでしょう。これは本来同士にしか伝えられていないダート式武術の一つですから。わかりました。城下に宿を取らせましょう。しかし陛下への謁見が。皇帝陛下にはいずれ別の機会にお目にかかります。今はガイの方が心配です。わかりました。では部下を宿に残します。私も残ります。イオン様の護衛なんですから。待てよ、俺も一緒に。ルーク、いずれ分かることですから今お話ししておきます。カースロットというのは決して意のままに相手を操れる術ではないんです。どういうことだ。カースロットは記憶を揺り起こし理性を麻痺させる術。つまりもともとガイにあなたへの強い殺意がなければ攻撃するような真似はできない、そういうことです。そんな。解除が済むまでガイに近寄ってはいけません。よろしければしばし城下をご覧になってはいかがですか。町の外には出られませんが、気を落ち着けるにはその方が。そうさせてください。わかりました。それでは我々は城の前で控えていますので声をかけてください。ちょっと一人にしてくれ。ガイが俺を憎んでるなんて今までそんな素振り見せなかったのに。ガキの頃なんかあったのかもしれないけど、もし殺したいほどのことがあったんなら、その機会は今までたくさんあった。だけどあいつは俺を助けてくれてた。ガイからちゃんと話を聞きたい。ついてくんな。約束したわ、あなたを見ているって。僕はご主人様についていくですの。ほっといてくれ。放っておいたらあなた勝手なこと考えそうだから。勝手なことってなんだよ。ガイは自分のことを憎んでるって。だって憎んでるんだろ。だからあなたバカ。なんだと。自分がほんの少しの悪意も受けることのない人間だと思っているの。そういうわけじゃ。ガイだって人間だもの。きっと今まであなたに仕えていてカッとなることもあったと思うわ。でも彼はあなたを迎えに来た。そうかもしれないけどよ、ガイはあなたのこと殺したいほど憎んだ時期があった。それでもあなたが立ち直ると信じてくれたんだわ。お前本当きつい言い方しかしないよな。え？慰めてくれようとしたのは分かったけど、それじゃあこっちは余計傷つくだろ。ごめんなさい。
そう、きつかったのね。でも俺ヘタレだからな、それぐらい言ってもらった方がいいのかも。ルーク、バカだな俺、落ち込んでる暇はないんだった。皇帝に会わないとな。ミュウもありがとう。いいですの。それよりジェイドさんとナタリアさんを探すですの。よう、あんたたちか。俺のジェイドを連れ回して返しちゃくれなかったな。は？こいつアンチフォンスロットなんて食らいやがって、使えないやつで困ったろ。あ、いや、そんなことは。陛下、客人を戸惑わせてどうされますか。違いね、アホ話してても始まらんな。本題に入ろうか。ジェイドから大方の話は聞いている。このままだとセントビナーがクリホトに崩落する危険性があります。かもしれんな。実際セントビナーの周辺は地盤沈下を起こしてるそうだ。では町の住人を避難させなければ。そうしてやりたいのは山々だが、議会では渋る声が多くてな。なぜですの陛下、自国の民が苦しんでおられるのに。キムラスカ軍の圧力があるんですよ。キムラスカ・ランバルディア王国から声明があったのだ。王女ナタリアと第三王位継承者ルークを亡き者にせんと、アクゼリスごと消滅を図ったマルクトに対し遺憾の意を表し強く抗議する。そしてローレライとユリアの名のもと直ちに制裁を加えるであろうとな。事実上の宣戦布告ですね。父は誤解をしているのですわ。果たして誤解であろうか、ナタリア姫。我らはキムラスカが戦争の口実にアクゼリウスを消滅させたと考えている。我が国はそのような卑劣な真似はいたしません。そうだぜ。それにアクゼリウスは俺のせいで。ルーク、事情は皆知っています。ナタリアも落ち着いてください。本当にキムラスカが戦争のためアクゼルスを消滅させたのかはこの際重要ではないのです。そう、セントビナーの地盤沈下がキムラスカの仕業だと議会が思い込んでいることが問題なんだ。住民の救出に差し向けた軍を町ごと消滅させられるかもしれないと考えているんですね。そういうことだ。ジェイドの話を聞くまでキムラスカは超振動を発生させる符号兵器を開発したと考えていた。少なくともアクゼリス消滅はキムラスカの仕業じゃない。仮にそうだとしてもこのままならセントビナーは崩落する。それなら町の人を助けた方がいいはずだろう。あ、いや、いいはずです。もしもどうしても軍が動かないなら俺たちに行かせてください。私からもお願いします。それなら不測の事態にもマルクト軍は巻き込まれないはずですわ。驚いたな。どうして敵国の王族に名を連ねるお前さんたちがそんなに必死になる。敵国ではありません。少なくとも庶民たちは当たり前のように行き来していますわ。それに困っている民を救うのが王族に生まれた者の義務です。そちらはルーク殿。俺はこの国にとって大罪人です。今回のことだって俺のせいだ。俺にできることなら何でもしたい。みんなを助けたいんですということらしい。どうだゼゼマ、お前のまな弟子ジェイドもセントビナーの一件に関してはこいつらを信じていいと言ってるぜ。陛下、こいつらとは失礼ですじゃよ。セントビナーの救出は私の部隊とルークたちで行い、北上してくるキムラスカ軍はノルドハイム将軍が牽制なさるのがよろしいかと愚行しますが。小生意気を言いよって。
まあよかろう。その方向で議会に働きかけておきましょうかな。恩に着るぜ、じいさん。じゃあ、セントビナを見殺しには。無論しないさ。とはいえ、助けに行くのはキコーラだがな。俺の大事な国民だ。救出に力を貸してほしい。全力を尽くします。私もですわ。御意のままに。俺はこれから議会を招集しなきゃなら、あとは任せたぞ、ジェイド。やれやれ、大仕事ですよ。一つの町の住人を全員避難させるというのは。どうすればいい？俺、何をしたらいいんだろう？陛下のお話にもありましたが、アクゼルス消滅の二の舞を恐れて軍が町に入るのをためらっています。まずは我々がセントビナーへ入り、マクガバン元元帥にお力をお借りしましょう。ガイ、ごめん。ルーク、俺きっとお前に嫌な思いさせてたんだろう。だからなんだそれ。お前のせいじゃないよ。俺がお前のことを殺したいほど憎んでたのはお前のせいじゃない。俺はマルクトの人間なんだ。え、ガイってそうなの？俺はホド生まれなんだよ。で、俺が5歳の誕生日にさ、屋敷に親戚が集まったんだ。で、スコアラーが俺のスコアを読もうとした時、戦争が始まった。ホド戦争。ホドを攻めたのは確かファブレ公爵ですわ。そう、俺の家族は公爵に殺された。家族だけじゃねえ、使用人も親戚も。あいつは俺の大事なものを笑いながら踏みにじったんだ。だから俺は公爵に俺と同じ思いを味合わせてやるつもりだった。あなたが公爵家に入り込んだのは復讐のためですか？ガルディオス伯爵家、ガイラルディア・ガラン。おっと、ご存知だったってわけか。ちょっと気になったので調べさせてもらいました。あなたの剣術はほど独特の盾を持たない剣術、アルバート流でしたからね。なら、やっぱガイは俺のそばなんて嫌なんじゃねえか。俺はレプリカとはいえハブリケの。そんなことねえよ。そりゃ全くわだかまりがないといえば嘘になるがな。だけどよ、お前が俺について来られるのが嫌だってんならすっぱり離れるさ。そうでないならもう少し一緒に旅させてもらえないか。まだ確認したいことがあるんだ。わかった、ガイを信じる。あ、いや、ガイ信じてくれかな。いいじゃねえか、どっちだって。よかった、お二人が喧嘩されるんじゃないかってヒヤヒヤしてました。さて、いい感じに落ち着いたようですし、そろそろセントビナーへ向かいましょうか。ああ、秘書の方から聞きました、セントビナーに行くって。でもイオン様はカースロットを解いてお疲れだし、危険だから私とここに残ります。アニス、僕なら大丈夫です。それに僕が皆さんと一緒に行けばお役に立てるかもしれません。イオン様？アニス、それに皆さん、僕も連れて行ってください。お願いします。先生がイオンを狙ってんならどこにいても危険だと思う。いいだろ、みんな。
目が届くだけ身近の方がマシということですか。仕方ないですね。もうヒヨン様のバカ。戦争は起こりそうだし、町は崩落しそうだし、ヨン様は伴走長に狙われてるし、六人称はしつこいし、モース様は陰険だし、ネクラッタはネクラだし、アッシュは謎だし、うちは貧乏だし、お腹減ったし、もうなんか大変。なんだか機嫌悪いな、アニス。別に機嫌悪くないよーだ。それよりガイ、体の具合はもういいの？イオンのおかげで会長さ。でも今回は随分無理をさせちまったからな。イオン様、大丈夫ですか？顔色あんまり良くないけど。ダート式浮術を使いましたから少し疲れていますが大丈夫です。二人ともぐったり気味なんだから、もうちょっとゆっくりしてもいいのに。てか、イオン様はピオニー陛下のとこで保護してもらってればよかったのに。いえ、セントビナーが手遅れになってしまっては意味がありません。今は無理をしてでも向かわなければ。そうだな、グズグズしてセントビナーが崩落しちまったら後悔じゃ済まないし。ぶー、仕方ないな。なあ、俺たちってほんと全然料理しねえよな。そういえばそうですわね。なんだかんだ言ってレシピは揃えていますのに、ほとんど作りませんわね。料理って嫌いじゃないけど、結構後片付けが大変だしね。そんなこと言ってないで、誰か一人ぐらい料理の道を極めてみようってやつはいないのか？そんなことしなくても私そこそこ作れるもん。そうね、野営時の調理訓練も受けたし。私も最低限は作れます。それにナタリアやルークには作られる方が。迷惑だもんね。ほっとけ。でも本当なだけに言葉がありませんわ。こうしてレシピは無駄になっていくんだな。地面に大穴開いてたですの。崩落はどんどん進んちまってる。俺がアクゼリスの赤炉灯を消しちまったからだ。ルークったらいつまでもウジウジ君だな。なんだと？もう俺だって責任を感じて。おお、怒った。でも責任を感じてとか面倒だから後にしてほしいです。とにかく頑張ってるのはわかるけど、根詰めすぎても良くないと思います。あれ、もしかしてアニス慰めてくれてんのか？そうそう、楽しくってのは無理でも元気出してこうみたいな感じ。ナイス慰め。ナイスですもん。お、この生物わかってるじゃない。ありがとなアニス。はいはい。まったく世話の焼ける子だわ。セントビナーも心配だけど、戦争の件も心配だわ。鍵を握る人物がここに揃っているのに何もしなくていいのかしら。つっても自由に動けるのは俺たちとアッシュしかいねえんだ。アッシュは何してっか分かんねえし、俺たちがセントビナーに行くしかねえよ。セントビナーの危機を救えば両国の誤解を解くことにもつながるでしょう。それに戦争回避の重要人物たちがセントビナーを救うことでより強い意味合いを持つことにもなるでしょうし。セントビナーの住民を救うことがそのまま戦争回避につながる。楽観視するわけではないですがね。そうなるのが一番いい形でしょう。でもセントビナーを救えなかったら状況はより悪い方に傾くでしょうね。最悪の状況ばかり考えても仕方ないわ。そうでしょ。ああ、セントビナーを救って戦争も回避だな。なんかお腹空きませんか？そうですね、空いたな。誰か作れよ。私はダメですわよ、料理が下手なんですもの。な、俺だって面倒だよ。私も今はお腹ペコペコなんで自分で作るのは嫌です。こうやって押し付け合ってる限り空腹は続くわね。ですから父上、開通路を突破された今、軍がこの町を離れるわけにはいかんのです。しかし民間人だけでも逃がさんと、地盤沈下でアクゼリスの二の舞じゃ。皇帝陛下のご命令がなければ我々は動けません。ピオニー皇帝の命令なら出たぜ。カーティス大佐、生きておられたか。して陛下は何と？
民間人を園芸部方面へ避難させるようにとのことです。しかしそれではこの町の守りが。何言ってるんだ、この辺崩落が始まってんだろ。街道の途中で私の軍が民間人の輸送を引き受けます。駐留軍は民間人移送後西へ進み、東ルグニカ平野でノルドハイム将軍機下へ加わってください。了解した。セントビナーは放棄するということだな。よし、わしは町の皆にこの話を伝えてくる。私たちも手伝いましょう。そうだな。ルークのやつ張り切ってるな。ですわね。アクゼルスのことが嘘のよう。変わりましたのね、彼。動いていないとアクゼルスのことを思い出して不安になるのかもしれないわ。そうかもしれませんわね。それでもいいじゃないか、頑張ってるんならさ。そうね。さあ、私たちも手伝いましょう。ええ。了解。さすがに町の全員を移動させるのは骨が折れますね。きちんと説明して誘導しないと大混乱になっちゃうかも。残ってる人がいないようにちゃんと隅々まで探さないとな。移動は女と子供優先でいいのか。あ、老人もか。ええ、それでお願いします。あ、じゃあ馬車もいるかな。怪我してる人がいたら馬車はそっちで使った方がいいか。そうですね。よし、じゃあ俺あっち見てくるよ。ふん、私は楽でいいのですが少々戸惑いますね。アクゼルスの時とは随分違いますね。彼の変わりたいという気持ちは本物だったのでしょう。ちょっと認めてやってもいいかな。熱血バカっぽいけど基本的にはやはりバカなんでしょう。おーい、バカみたいに突っ立ってないで、こっち手伝ってくれよ。おやおや、バカみたいと言われてしまいました。逃げなさい。なんだ。はあ、ようやく見つけましたよ、ジェイド。この忙しい時に。昔からあなたは空気が読めませんでしたよね。なんとでも言いなさい。それより同志イオンを渡していただきます。断ります。それよりそこをどきなさい。へえ、こんな虫けらどもを助けようというんですか。ネビリム先生のことは諦めたくせに。お前はまだそんなバカなことを。さっさと音を上げたあなたにそんなことを言う資格はない。さあ、同志を渡しなさい。ああ、私の可愛いカイザーディスト号が。覚えてなさい。今度こそお前たちをギッタギタにしてやりますからね。無駄だとは思うが、念のため追跡しろ。あ、くそ、マクガバンさんたちが。待って、ルーク、それなら私が飛び降りて負荷を歌えば。待ちなさい、まだ相当数の住人が取り残されています。あなたの負荷で全員を守るのはさすがに難しい。確実な方法を考えましょう。わしらのことは気にするな。それより町のみんなを頼むぞ。くそ、どうにかできないのか。空を飛べればいいのにね。空か。そういえばシェリダンで飛行実験をやってるって話を聞いたな。飛行実験？それって何なんだ。確か教団が発掘したっていう大昔の浮力機関らしいぜ。ユリアの頃はそれを乗り物につけて空を飛んでたんだってさ。
音機関好きの間でちょっと話題になってた。確かにキムラスカと技術協力するという話に了承印を押しました。飛行実験は始まっているはずです。それだ、その飛行実験に使ってるやつを借りてこよう。急げばマクガバンさんたちを助けられるかもしれない。しかし間に合いますか。アクゼリスとは状況が違うようですが、それでも兄の話ではホドの崩落にはかなりの日数がかかったそうです。クリフォトと外郭大地の間にはディバイディングラインという力場があって、そこを越えた直後急速に落下速度が上がるとか。やれるだけやってみよう。何もしないよりマシだろ。そうですわね。できるだけのことはいたしましょう。シェリダンはラーデシア大陸のバチカル側にありましたね。キムラスカ軍に捕まらないよう気をつけていきましょう。よし、急いでタルタロスへ戻ろう。空を飛ぶ音機関なんて想像もできないわ。本当だよガイ、音機関で空なんて飛べるもんなの？もともと今の音機関では空は飛べないんだ。だけど創世歴時代の浮遊機関が発掘されて研究が始まったのさ。でもシェリダンの職人たちって頑固って噂だよね。そんな貴重なもの貸してくれるのかな。それはわからないな。いざとなったらルークかナタリアのガルドで横面叩いて。おいおい横面って、第一バチカルまで資金を取りに戻るのか。難しいんじゃないかな。ならピアと私とナタリアのお色気作戦で。え、そんなの困るわ。まあ多分お色気は通じないと思うよ。おへ、そうなの。じゃあやっぱイオン様にお願いするしかないか。じゃあ最初からそれでいいじゃないか。イオン様は最終兵器なの。そうなんだ。シェリダンというのは確か外郭大地の造船関係を一手に引き受けているのよね。セントビナーからだと海を越えたずっと西、ラーデシア大陸の東側になるわ。そうなんだよ。シェリダンはキムラスカの領土ではあるんだが、全世界から優秀な技術者が集まってくるんだ。シェリダンの周りには大峡谷があるだろ。あそこの乾いた石は音機関、特に不合兵器には欠かせないのさ。地理的にもダートが近いから、ダートを経由することでマルクトへ戦艦や陸艦を売ってるんだな。つまりダーボルセッツの。うわ、引く。ガイの音機関好きには呆れますわね。さすが編集長、悪かったな。ルーク、フォニム学の勉強をしましょう。あ、うん。嫌なの？ちげえよ。あ、またしくった。フォニム、特にセブンスフォニムはとても繊細なの。術者の気の乱れが簡単にフォニムを暴走させるわ。さ、もう一度。どうしたティア、気が乱れてフォニムがまとまっていない。すみません。もういい、今日はここまでだ。教官、私なら。ポニムは扱いを間違えれば暴走する。危険を冒すより、まずはあなたの怪我の治療をしながら話を聞きましょうか。腕を痛めたわね。どうしたのかしら。言えません。告げ口になると思っているのなら、相手の名前や所属は言わなくていいわ。私は総長からあなたを任されている。事情を聞く義務があるの。私が士官候補生であるにもかかわらず、外郭大地の士官学校へ通わずにリグレット教官に習っていることが気に障ったようです。他の士官候補生たちから
何かされたの。あなたは世渡りが下手ね。不器用だとは思います。そうね、正直にまっすぐ前を見る。私が失ってしまった美徳ね。教官。ただその性質は軍人には不向きよ。だから総長はあなたを外郭の士官学校には通わせなかったのかもしれないわね。必要なら変えてみせます。私は教官のように。私のようになりたいと思うなら、まず人に頼ることはやめなさい。自らの足で立ち、頭で考えること。何が必要で何が必要でないのか決めるのはあなた。ティア、今日はありがとう。なんとか自分の中にセブンスフォニムを集める感覚はつかめたよ。上振動はあなたが体内でセブンスフォニムを干渉させることで発生する。その制御はセブンスフォニムを体内に集めるところから始まるの。これからも頑張りましょう。うん、道のりは遠いな。どうじゃった、どうじゃったじゃ。間違いない、メジオラ突風に巻き込まれて今にも落ちそうじゃ。いやだよアストン、あんた老眼だろ。見間違いじゃないのかい。老眼は遠くの方がよう見えることは分かっとろうが、たまらん。まずいの、このままでは浮遊期間もパーじゃ。何言うんだイエモン。アルビオールに閉じ込められてるのはあんたの孫の銀次だろ。心配じゃないってのかい。何かあったんですか。アルビオールがメジオラ高原に墜落したんじゃ。アルビオールって古代の浮遊機関を積んだあれか。あちゃん、じゃあ無駄足だったってこと。いや、確か浮遊機関は2つ発掘されたって聞いてるが。よく知っとるな。じゃが第二浮遊機関はまだ起動すらしとらんのじゃ。そんなことよりイエモン、すぐにでも救助隊を編成して銀次と浮遊機関の回収を。そうじゃな、浮遊機関さえ戻れば2号機に取り付けて実験を再開できるしの。なんて薄情なジジイだい。メジオラ高原は魔物の巣窟ですよ。救助隊が逆に遭難しかねませんね。でも話を聞く限り墜落した浮遊機関がないと空を飛べないみたいだわ。とにかくまずは浮遊機関を借りられないか相談してみよう。そうですわね。あの伊右衛門というご老人を訪ねればよろしいのではないかしら。僕からお話しすれば多少は話が通りやすいと思います。行ってみましょう。ジェイドもそこそこ料理ができるんだな。まあ別に好きでも嫌いでもないですが、一人暮らしだと自然にね。あんたなら重卒やらなんやらが作ってくれるんじゃないのか。たまには一人で食べたくなることもありますから。そういえばあなたもそれなりには作れますよね。まあな、嫌いじゃないんだ。飯作ったり物作ったり。本気感いじりと同じ次元で言われるのもどうかと思いますが夜中まで音機関を組み立てたりしてると飯を食いっぱぐれるんでな。最低限のことはできるようになったよ。あなたも料理を作れるおかげで安心ですよ。何が。ひどい料理に当たるのが3分の1の確率で済みますからね。ああ、王族約2名の料理は凄まじいからな。腹減ったな。飯できたから食おうぜ。お、気が利くなガイ。それにしてもガイ、いろいろ料理できるようになったわね。ああ、なんだかいつの間にかな。ファブレ公爵邸の使用人だった頃に厨房に立ったりもしたのですか。実はルークの誕生日の時とかにな。うっそ、マジ結構うまかったのに。おいおい、俺が作ったからってまずいとは限らないだろ。
本当に美味しい。私より料理が上手ですのね。悔しいですわ。ガイって主婦っぽいよね。ん？主婦というのはどういう？お嫁さんのために命をかけて料理洗濯含む家事全般をこなす超人。世界に数人しかいない選ばれた民なんだよ。まあ、ガイは選ばれたのですね。すごいですね。一家に一人いると大変便利そうです。認めてしまうと本当に家事全般をやらされそう。勘弁してくれ。で、主婦なの？ガイって。違う、そもそも嫁がいないだろう。私がお嫁さんになってあげるよ、ガイラルディア伯爵。だから立派な主婦になって。遠慮します。しかし、なんでまたレシピなんて集めたんだろう。そりゃ料理するためじゃないか。いや、そもそもなんで自分たちで料理してんだ。宿に行って食えばいいじゃないか。まあそう言うなって。食べたい時が食べ時なのさ。俺は宿で食うより好きだぜ。料理はサバイバル技術としても重要ですしね。それに料理自体は楽しいものだと思いますよ。へえ、ジェイドの旦那意外に家庭的なんだな。意外ですか。辛さはどこまで美味しく感じるかとか、人が苦手とする食材をそれと気づかずに密かに食べさせたり、楽しいじゃないですか。なんか実験みたいだな。もちろん、命の危険が少ない人体実験なんて貴重でしょ。有効利用しないと。せめて命の危険がないと言ってくれ。おい、見てみろルーク、富豪の山だぞこの町。うぜえな、何一人で盛り上がってんだよ。お前な、シェリダンといえば世界でも最高の技術を誇る富豪の町だぞ。これが落ち着いていられるかっての。ガイって本当に富豪が好きなのね。そりゃもう好きなんてもんじゃねえよ。富豪やら恩機会やらに目がなくて、いろいろ作ったりしてるしさ。普段は落ち着いているけど、今ははしゃいじゃって、まるで子供みたいね。ガイにとっては夢のような町だもんな。ほっ、フォニム式冷暖房不合気だ。二人とも説明してやるから見に行こうぜ。ガイ、目的忘れるなよ。話は相分かった。しかし、亡くなられたはずのナタリア様が生きておいでとは。しかもマルクトの住民を助けるために動いておられる。マルクトとかキムラスカとか、そんな今はどうでもいいだろう。そうさね。ただこっちも困ってるんですよ。アルビオール初号機がメジオラ高原の崖に墜落してしまって。中に操縦士が閉じ込められた状態でメジオラ突風が吹いての、今にも崖から落ちそうなんじゃ。救助隊を派遣しようにもマルクトと戦争が始まるってんで、軍人さんは手払ってての。だったら俺が行く。よく言いましたわルーク。それでこそ王家の青吉が流れるものですわ。別に王家とかそんなん関係ねえって。え？ただ俺はできることをやらなきゃって。大体人を助けるのによ、王家とか貴族とかそんなどうでもいいかなとか、それだけだよ。私たちの中には軍事訓練を受けた者もいます。任せていただけませんか。その代わりじゃないですが、俺たちが浮遊機関を持ち帰ったら2号機を貸してほしいんです。2号機は未完成じゃ。駆動系に一部足りない部品がある。戦争に合わせて大半の部品を立艦製造に回してしもった。タルタロスも元は陸艦です。使える素材があるなら使ってください。ジェイド、いいのか。イオン様、ここに残ってタルタロスの案内をお願いできますか。我々が浮遊機関を回収する間に2号機を完成させてほしいのです。僕は承知しました。あとは部品さえあれば、わしら命がけで完成させてやるぞい。よし、じゃあ俺たちはそのメジオラ高原行こう。で、場所は？メジオラ高原はここから北西じゃ。それと、こいつを持っていけ。
この発射装置でアルビオールを固定してから崖下へ下ろすんじゃ。あそこはひどい風が吹いて危険じゃからな。でも使い方が。音機関なら俺に任せとけ。それにジェイドもわかるだろうし。さあどうでしょうね。食えないおっさんだよ。ほんとさっきに閉じ込められている銀次という方は無事ですの？今のところ命に別状ないようですが、試作機が崖から落ちたらひとたまりもないでしょうね。急がないとやばいな。戦闘ビナーもいつクリフォトに落ちちまうかわからないし。時間との勝負ですわね。ですが準備は怠らないようにしないと。先ほども言いましたがメジオラ高原には魔物がいますからね。わかった。イエモンさんから渡された音機関の方は大丈夫なのか？なんとかなるんじゃないでしょうか。は、曖昧な返事ですこと。そこを心配してもしょうがありません。急ぎましょうか。あれがそうね。あれ、なんかやばそう。今にも落ちそうじゃん。まずいですね。下手をすると私たちがたどり着く前に落ちるかもしれません。落ちたらどうなる？操縦士は助からないでしょう。浮遊機関も壊れるかもしれません。大変ですな。発射装置は機体の両側から打ち込まなきゃならない。二手に分かれよう。どう分かれましょうか？あなたは誰と行きたいの？二手に分かれるなら俺は。音機関を使うなら俺は必要だからな。私、頑張りますわ。発射装置のことは任せとけ。一緒で心強いですわ。あちらは任せてちょうだい。そっちはどじらないでね。こちらのことは心配なさらずに。くそ、ちんたらしてたら間に合わない。かといって戦力は分散してるから無茶もできねえ。銀次って人、無事でいてくれよ。そういえばルークとはあまり離れたことがなかったわ。無茶をしてなければいいけど。気をつけてねルーク。うん、ルークと別行動というのはそれはそれで心配なものですね。やはり問題児は目の届くところに置いておくべきでしたか。まあ悔いても仕方ありませんが。間に合った。大佐はそっちから頼む。使えないとは言わないよな。年寄りは大切にしてほしいですね。よく言うよ。助けてくださってありがとうございます。怪我はないか？はい、おかげさまで。話は後にしましょう。浮遊機関も回収できたし時間が惜しいわ。だな。銀次、動けるか？はい、オイラーは大丈夫です。あのでかいのが襲ってきた時はどうなるかと思ったけど間一髪だったな。浮遊機関を回収できても銀次を助けられなかったら後味悪かっただろうな。イエモンさんも口ではああ言ってたけど心配してたはずだし。そうね、あの時は孫を心配している素振りを見せるのが恥ずかしかったのよ。きっと喜んでくれると思うわ。のんびり話している時間はないですよ。セントビナーに急がないといけませんから。相変わらず淡白だな。そうでしょうか。おかしいですね。だけどまあ確かにジェイドの言う通り時間はないんだし、シャイダンに戻ろうぜ。ありがとうございました。オイラは先に浮遊機関を届けてきます。お前たちか！マルクト船籍の陸艦で海を渡ってきた非常識な奴らは。ん？お前はマルクトの軍人か？まずい！とりあえず逃げよう！捕まえろ！